ようか。チーズティー。あ、いいね。にしよう。これどうしようかな。ソフト。あ、タピオカソフト。いいじゃん。あと今まで結構コスメの収納とかやってくださいっていうリクエストをありがたいことにいただいてたんですけど、これを機にちょっと自分自身のコスメ収納を見直そうと思って、それで前から欲しかった無印のコスメ収納購入しました。で、手つきポーチって書いてる1290円の小さい、ちょっとここの幅が狭いタイプのポーチです。で、私は引き出しアクリルケースにコスメ入れたりもしてるんですけど、もう平日の朝はもうとにかく早くお化粧を終わらせたいっていうのがあって、絶対毎日使うアイテムっていうのをここにですね、実はまとめて入れています。これは100均の、ランチボックスを入れる袋なんですけど、色合いが好きでちょっと買っちゃったんですけど、こういう風に布だと場所を取らないというか、ちゃんと隙間に収まってくれるっていうところが良くて使ったりしてるんですけど、でもですね、もう入れちゃうと取り出す時がちょっと下の方のものを取るのが大変だったりとか、あと化粧品とコスメとコスメがぶつかって傷がついてしまうっていうのがちょっとなぁと思っていて、このケースに入れていこうと思います。で、あとそれとこちらシート用ケースっていう小さいタイプのケースなんですけど、ファンデーションとか使うと結構手が汚れて、ティッシュでいつも拭いてるんですけど、取り切れてなくってマスカラとかその後使うコスメが汚れてしまうのが嫌で、でも大きいウェットティッシュケースだったら結構かさばってしまうので、これすごいちょうどいいなと思ってこれを購入しました。
今中に100均のウェットティッシュ入れたんですけど、ちょうど2個入れたら取り出しやすくなりました。でこれをデスクの横に置いておこうと思います。で、だいたい今中身を出しました。意外とそんなに入ってなかったんですけど、でちなみにすごいこれももう本当になくって、絞り出して使ってるんですけど、化粧崩れしにくい日焼け止めなんじゃないかなと思います。100均のダイソーでこの収納ケースも買ったので、これを使いながら収納していこうと思います。以前の動画でちょっと最近のメイクの様子を撮ったんですけど、アイシャドウを撮り忘れてしまったんですが、結構週末と平日だとお化粧結構変えてってというか、まあ平日はそんなに派手にならないように心がけてるんですけど、仕事使いではこういうベージュっぽい色味、これでもう2個目なんですけど、エクセル。これもすごい有名な、スキニーリッチアイシャドウの SR01 番。これとか、このキャンメイクの、パーフェクトマルチアイズの03番とか、ちょっと、これはラメが割とあるんですけど、エクセルの、ちょっとオレンジっぽい色を使うときにこれを使ってます。あとこのマキアージュのこれはだいぶ使ってます。ドラマティックスタイリングアイズの OR303 番、これすごいお気に入りです。チークはこのジルスチュアート、こちらを、これは結構取れにくいので平日のお仕事の時にもぴったりかなと思ってます。あと使うアイテムはアイブロウとブラウンのアイライナーとマスカラなんですけど、ペン類はさすがにこれに入らないので、横にして入れてもちょっと取り出しにくくなるので、これはこのままにしておきます。あとSTローダーの11番、こんな色味とか、これは結構薄付きなので、これとかヘイトの RD1 番っていうこのあたりですかね。これをここに入れておきます。このケース、こういう風にゴムがついてて挟めるようになっているので、すごいいいです。あとそれと、レブロンのマットなリップバームの15番。この色味とかはそこまで派手じゃないので仕事に使っています。あとこのあたりを入れて、これキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー。入りました。こんな感じでウェットティッシュはここに鏡の隣に置きました。Thank you.